皆さん、本日は魔導幼稚園の卒園試験です。でも卒園試験を受けることのできる優秀な人はたった一人しかいません。先生はとても残念です。でも試験は緊張するので胸がドキドキしています。この中にある3つの魔導球を手に入れてくると合格です。でもイリュージョンモンスターやいろんな罠があってとっても怖いんだそうです。その塔が目の前にあるから緊張します。でも怖くて足がガクガクしています。だからこそ勇気を奮い起こさないといけないと思います。アルル頑張ってね。合格しろよ。うん、じゃあ行ってくるね。
った。ぷよぷよ。すげえ、やった。ぷよぷよ。魔物とお話ができた。なんだかとってもいい気分。お散歩が。はや。ダイナ。ダイナ。はや。ダイナ。よくとな。すげえ、やった。えっ、わあ、大打撃。な、えっ、な、かた、大打撃だ。よーし、もう一回。かた、大打撃だ。えっ、アラドン。ちょっとはや。ダイナ、いきな。いいね。やー。な、いきな。ボケな。まぬけだな。やった。ラッキー。ぷよぷよ。すげえ、やった。アイススタンプ。ぷよよよ。アイススタンプ。ぷよよよ。やった。すごい、レベルアップ。うわあ、なに、なんかわからないけど何かが体中を走り回っている感じがする。あ、そういえばチカちゃんが言っていたのを思い出した。気合を貯めて攻撃するんだ。気合を貯めるのは簡単だよ。お腹で深く息をすればいいんだ。呼吸が気合を生んだ時、呪文を唱えるんだ。ダイヤキュートって。やった、ダイヤキュートを覚えてさ。魔法陣だ。あれ、骨の中になんかあるみたい。あ、魔導書だ。わーい、魔導書メイキだ。ビルドアップ。ガッチャンガッチャン、チャンチガチャンチャンチャン。おー、おじゃー。どえー。たー、お茶がうまい。うん、茶柱。ガハハハ、まいったな。今日の俺ってなんかついてそうだな。その通り、明治通り。昔からお茶に茶柱が立つといいことがあるというのだが、ひょっとしてお前そんなことも知らんのか。知らない。ガチャー、ガラガラガラだ。ああ、ガチャンガチャン、チャンチャカチャンチャンチャン。ああ、そういえばお前一体今何をしようとしてたんだ。いや、その、魔導書が落ちてるみたいだからちょっと拾ってみようかななんて思っちゃっただけなんだけど。あ、あ、
笑ってごまかすところを見ると、さては泥棒だな、お前は。うきゃー、しまった。そういう悪ガキは、こら、締めてやる。うきゃー、すげー、やった。うきゃー、おちゃー、お前には死んでもらおうか。熱いよ。ガハッガハッファイヤーガハッアッヤー、やったー。魔導書を手に入れたぞ。あ、この魔導書には体力を回復させる呪文が書いてある。やった、ヒーリングを覚えたぞ。これで安心して塔の中を歩き回れるな。うちゃー、すげー、やった。うちゃー、わー、大打撃。やった。よっと、うちゃー、すげー、やった。うちゃー、わー、大打撃。やった、ファイヤー、ガハッガハッ、ファイヤー、ガハッ、あっやー、やった、ラッキー。すげー、やった。アイススタン、大打撃だ。よーし、もう一回、アイススタン、大打撃だ。よー、ちょっと、アイススタン、よっ、よっ、よっ、バッチナー。アイススタン、やった。魔導の塔の前だよ。あ、文字が書いてある。この階の北西の端に魔導書あり、この階の西の部屋に魔導城ある。うん、あ、文字が書いてある。この階の北西の端に魔導城あり、この階の西の部屋に魔導城ある。うん、
こだ。うわ、なんか出た。お散歩が。はや。行きな。な。はや。どんな。よーし、もう一回。はや。どんな。行きな。この魔導書には敵の防御力を下げる呪文が書いてある。やった、ブラックホイドの呪文を覚えた。いただきます。ガッテン。
実はだに、この階の南西にいるスケルトンティーにお茶の出前を頼まれていたんだにが、腰が痛くて歩けなくなってしまっただに。それは大変だね。そこで申し訳ないだにが、ワダスの代わりに出前に行ってくれないだにか。うん、いいよ、僕が代わりに行ってきてあげるよ。そうだにか、それはとても助かるだに。そんなに気にしなくていいよ、困った時はお互い様だよ。それではこのお茶を持って行ってきてくれだに。うん、それじゃ行ってくるね。